度の国産4万4000トン超級ストーガー空母ビクラントの性能は、近年、軍事力を凄まじい勢いで増強しているインドですが、今までは中古空母を購入して運用しておりましたが、ついに国産空母の建造に着手しております。満載排水量4万4000トンのビクラントです。今までイギリス海軍の空母2隻とロシア海軍の1隻を購入し運用しておりました。歴代の空母は下記の通りとなります。英海軍の空母ハーキュリーズを購入し、初代ビクラントとして1961年に就役、1997年退役。同じくフォークランド紛争でも活躍した空母ハーミズを購入し、ビラートとして1987年に就役、2017年退役。ロシア海軍より空母アドミラルボルシコフを購入し、ビクラマーディティアとして2014年に就役となっております。運用していた航空機は、2016年までは英国製のシーハリアーが主力艦載機でしたが、シーハリアーが退役し、それに伴って空母ビラートも退役しております。現在は旧ソ連製でロシアより購入したキエフ級艦をさらに改良したビクラマーディティアのミグ29系が主力艦載機となっております。現在建造中の2代目ビクラントですが、設計は1999年に開始されておりますが、建造が始まったのは2009年です。非常に時間がかかっておりますが、それは様々な原因があるようです。建造開始がそもそも1年遅れております。建造開始後もロシア製の鉄鋼の納入が遅れ、急遽インド国内に鉄鋼を製造する施設を建設するなど、材料の調達不備も発生し、遅れが生じました。結局ロシアの鉄鋼は使われず、インドの国産の鉄鋼で建造が進められましたが、次は鉄鋼製品の品質にばらつきがあることが判明して、さらに遅れます。その後も、インドの企業が製造した変速機の問題も発覚し、またもや大きな遅れを出します。他にも建造途中でドックを明け渡す必要があり、ドックから追い出されるとか、日本ではあまり考えられない事態も起きました。そのため、2013年試験開始、2014年就役は不可能となり、シーハリアー引退までに新型空母を就役させる計画は達成できませんでした。このため空母2隻体制は維持できず、現在は1隻体制となっております。初めてのことなので、いろいろと大変だったのでしょうが、ロシア製の鉄鋼を諦めて施設ごと国内に作るなど、なかなかに大胆だとは思います。そしてこの鉄鋼製造施設がその後のインドの発展に寄与することになったでしょうから、英断だったのではないでしょうか。他にもこの空母を建造するために多くの国内産業が育ったようなので、苦労した意味はあったのではないでしょうか。しかしその後もスケジュールは何度も延期されており、現時点での戦力化完了は2022年末の予定となっています。少し経緯が長くなりましたが、艦の性能を見てみましょう。全長は旧帝国海軍の戦艦ヤマトの263メートルに匹敵する262メートル。全幅はアングルドデッキ含めて62メートルとなっています。推進方式はガスタービン2機でスクリュー1つを回転させるコガグ方式の推進機を2機ですので、スクリューは2軸となります。対空兵装には単サムと中サムの2種類を装備する予定であり、イスラエル製のバラクシリーズを採用しています。バラク1単サムは射程500メートルから12キロメートル。バラク8中サムは射程70キロメートルとされており、多機能レーダーと連動しています。バラク1は専用の VLS、バラク8はマーク 41VLS に搭載されます。76mm 単装砲は日本でも採用されている砲で、
世界標準と言われるほどの採用事例がある優秀な砲です。AK-630 シウスは、旧ソ連が開発した 30mm 重心バルカン砲で、補完用の近接防空火器としては、東側の標準となっていました。有効射程は 4000m、最大射程は 5000m です。シューサムを搭載し、艦隊上空を自ら防空できる能力に加え、探査無、シウス、76mm 単装砲で補完防衛兵装も充実しています。護衛の艦艇が揃っていないので、空母自体の防空能力を高めたのでしょうかね。ビクランとは、スキージャンプ台を使った短距離発艦と、アレスティングワイヤーによる着艦で、固定翼航空機を運用するストーバー方式を採用した空母となります。この方式を採用した空母としては、ロシア製のミグ29系艦上戦闘機を運用する旧ソ連製の空母ビクラマーディティアに続き2隻目です。ビクランとも運用する主力の航空機は、ロシア製のミグ29系艦上戦闘機の予定です。搭載機数は、ミグ29系が20機程度と、国産の戦闘機テジャスの艦載機型が6機から8機搭載される予定です。将来的には、すべてテジャスに換装するのかもしれないですが、ミグ29も45機を購入し、4機を喪失していますが、まだ41機が使える状態ですので、しばらくは運用するのかもしれません。2隻の空母に20機ずつ振り分けれる機数はありますので、ただそうなると、予備機1機は、ちときつい気がしますけどね。特にロシア製は、エンジンの寿命が短いので、西側より頻繁にエンジンの換装をしないといけないですから。それにしても、2018年からは、毎年墜落事故を起こしており、3年間で4機を喪失しておりますが、今後はどうなるでしょう。少し多すぎですね。回転翼機は早期警戒ヘリ、対戦ヘリを中心に10機を搭載予定です。空母自体は重武装で、搭載機数的には中型空母になります。固定翼機は30機、回転翼機10機を運用予定です。航空機は、国産の艦載機型テジャス試作1号機 NP1 と2号機 NP2 が、試験を繰り返しておりますが、開発製造は遅れているようです。インド政府は、すでに、艦載機型のテジャス短座型4機と、複座型4機の8機を発注していますが、ビクランとの収益までには間に合うかどうかは、現時点では不明です。インド海軍は、現在11隻の駆逐艦、18隻のフリゲート艦を運用していますが、コルカタ級駆逐艦3隻以外は古く、性能的にも不十分で、空母を護衛するのに、十分な護衛艦が揃っていません。ビシャーカパトナム級ミサイル防空駆逐艦4隻が建造中で、そのうち3隻は偽装中ですが、1番艦は、寄港から、すでに8年目を迎えており、収益予定は、本年2021年予定ですが、予定通りに収益できるかは、まだはっきりしません。インド海軍の傾向として、ロシア製、イスラエル製、国産など様々な国の装備や兵器を搭載するので、武器システムの統合などに、多くの時間を要しているように思えます。ビシャーカパトナム級ミサイル防空駆逐艦も、寄港から1年半で、浸水はしているものの、偽装に6年以上の年月がかかっています。ステルス形状に、8000トンの満載排水量を持つ大型艦になる予定で、シューサムと多機能アエサレーダーを装備しており、艦隊防空を担える性能を持っているようです。4隻を建造中ということは、空母打撃群1つあたり2隻を配する予定のようです。ビシャーカパトナム級ミサイル防空駆逐艦が就役し始めれば、インド艦隊の防空能力は飛躍的に向上するでしょう。インドは、CCP の南側で、インド洋や南シナ海にも近く、自由民主主義陣営です。兵器の国産化にも意欲的です。頑張っていただきたいです。ご視聴ありがとうございます。今回の新防衛研究チャンネルはいかがでしたでしょうか。今後とも新防衛研究チャンネルをよろしくお願いいたします。
コメントやチャンネル登録もどしどしお待ちしております。次回もお楽しみに。 Thank you for viewing. See you next time. Bye bye.